アタバラ級3373号機、アタバラグレートウェスタン鉄道4120系蒸気。機関車は、イギリスのグレートウェスタン鉄道が製造した、旅客用テンダー式蒸気機関車の一形式である。そのうちの一両の固有名から、アタバラ級とも呼ばれる。軸配置はアメリカンである。同系機で1897年登場のバドミントン級。 アタバラ級に続く1910年に登場したフラワー級も含めて4100系のグループを形成する。GWR の機関車層監督であったウィリアム・ディーンによって3300系の急行列車系員専用バージョンとして1900年に設計された。基本となったのはブルドッグ級の中でも初期の心臓グループであり、車番もこれの続番が割り当てられている。 その一方で大きな設計変更が行われており、その形状は原型機とは異なったものとなっている。シリンダーを車輪管に並べて配置し、弁装置も内側スティーブンソン式という基本構成には何ら変わりはない。だが、動輪系の拡大、それに主題枠の全面的な設計変更という二つの主要部設計の変更で、その印象はかなり異なったものとなった。 特に後者は本形式の外観に大きな影響を及ぼし、ブルドッグ級初記者やデューク級などに残されていた優雅なビクトリア調の面影が払拭され、リベットの並ぶ実用本位の武骨な姿に一変した。なお、この新設系大枠は、ブルドッグ級の後期心臓グループ、及び本形式の直接の後継機種である3700型にも継承されている。 急行列車専用として設計されたことや口述する性能面での不足もあり、1900年から1901年にかけて3373から3412の計40両がグレートウェスタン鉄道スーインドン工場で製造されたにとどまった。以後の増備はボイラーを新設計のナンバー4型へ変更して性能のさらなる向上を図った指ィ級に切り替えられた。 また、本形式の中から3400から3409の重量が抽出されて、ナンバー4型エボイラーを乾燥する工事が実施され、これらは、シティ級へ編入された。なお、本形式は1912年末に改版が実施され、自己廃車と戦術のシティ級編入者を除く29両が4120から4148に、整理、改版されている。 本形式は、急行列車専用という一つの目的に特化した、設計で製造された車両であり、その目的においては持てる性能を遺憾なく発揮した。もっとも、高速機の生命線とも言うべき、ボイラーの蒸気発生量の不足が早くから指摘されており、後継となるシティ級では、新設計のナンバー4型に変更されたほか、本形式の残存各車についても搭載していた。 ナンバー 2K ボイラーの改修が段階的に実施された。当初搭載されたナンバー2型はストレート感動の旧型であったが、ブルドッグ級と同様に単円水系、超円水型と順次改良する工事が1904年から開始され、さらには2900型などに先駆けて1909年には加熱装置の装着が完了し、性能が大きく引き上げられている。 しかし、同じ同輪系で単式4機等の強力な4から6から0機である4073型の製造が開始されると、牽引力で大きく見劣りする本形式は次第に余剰をきたすようになった。このため、1927年から1931年にかけて全社が廃社となり、スーインドン工場で解体処分されている。ありがとうございます。